リツの兄貴、構わねえからやっちまってくれ。翔、お前には私が支配する世界を継がせてやろうと思っていたのだが、とんだ出来損ないになったものだな。おい翔のために怒っているのか。やはりお前は子供だ。静かにしてろ。だが面白い、全力を出してみろ。これはきつい。やめろ。そこで見ていろ、これが弱者の末路だ。しかしこの程度で私に説教していたのか。冗談だろ。動くな。弾は入ってるぜ。桜井の呪眼か。私には脅しにもならんぞ。師匠。おう、モブ。お前からは何の力も感じない。引っ込んでいた方が身のためだぞ。まだ私の恐ろしさが理解できんらしい。おい、生きてるかモブ。お前一人で行かせるなんてどうかしてたな。非日常的な状況で思考力が落ちてたみたいだ。師匠として情けない。よく頑張った。帰りにたこ焼きをおごってやる。師匠だと？私の力すら見えていないお前が。つまりお前も人を騙して搾取する側の人間ということか。皮肉なもんだ。俺から言わせりゃお前の方こそ見えない力しか見えてない、かわいそうなやつだよ。どういう意味だ？人が持つ優れた力ってのは超能力だけじゃないってことだよ。お前を倒す方法もざっと思いつくだけで4通りあるしな。おう、試してみるといい。そんな気はもうない。代わりに俺から頼みが一つ。仲間に入れてくれないか。私に何の得がある？そこに倒れてる弟子も外の連中も俺ならうまく説得できる。十分メリットになるだろう。私を倒す方法とやらも聞いておこう。本当にあるのならな。超能力以外のあんたの知らない力について教えよう。まず一つ目、超能力者が最も警戒すべき人間の力、それは腕力でバカ。このガキの師匠を名乗るだけはくだらん指定コンビだ。あ、待て、参った。要望があれば何でも聞こう。私をここまで不快にさせるとは。いやいや、だから話を。やめ。何が起きてるんだ。